岩倉ダムは、長野県下稲郡うるぎ村、天竜川、水系岩倉川に建設されたダム。高さ25メートルの重力式、コンクリートダムで、中部電力の発電用ダムである。同社の水力発電所、豊か発電所に送水し、最大14,500キロワットの電力を、発生する。基礎川の電源開発で功績を上げる、福沢桃介は、 矢作川水系や天竜川水系にも開発の手を伸ばす。彼によって設立された矢作水力は天竜川水系和合川及び潤木川の水を利用した水力発電所、豊か発電所の建設を計画。1935年10月22日に着工。1936年12月26日に完成した。 豊か発電所上流の岩倉川においては、岩倉ダムの建設工事が進められた。水不足への備えとしての発電用ダムである。蓄えた水を必要に応じて、ダム直下に放流し、下流に位置する丸畑園庭まで河川を流下させ、以降は専用の水路を通じて、豊か発電所まで導かれる。岩倉ダムの建設工事は1936年に着工。 建設工事には延べ千人もの自民を動員し、昼夜交代勤務で作業を続行。朝鮮人労働者も多く含まれていた。当時は各家庭に電気が十分行き渡っていない時代であったが、工事現場は夜も電灯で明るく照らされていたという。正確なき、春工時期がはっきりしていないが、遅くとも工事終業式を催した九百三十八年三月までには、 竣工したとされている。豊か発電所を完成させた矢作水力であったが、日本発送電の発足に伴い解散。その日本発送電も戦後になって解体され、岩倉ダムほか豊か発電所の設備は、中部電力に引き継がれた。同社は発電所の自動化を進め、まず、丸畑園庭を1963年3月に、無人化。 1973年には、豊か発電所を無人化し、平岡制御所からの遠隔操作に移行した。岩倉ダムも1983年に無人化された。2000年には、岩倉ダムのクレストゲートを撤去し、ゲートレスダムとなった。2006年3月、中部電力は、豊か発電所の改修工事を終えた。従来は2台の横軸2車。 ペルトン水車発電機が設置されていたが、これを撤去し、一台のリズ、軸6車、ペルトン水車発電機へと更新。これによって、最大出力は 14,500kW に増強された。放水路には、騒音対策として、ゴム膜が設置され、発電時に発生する騒音を、最大10分の1にまで減衰させることに成功している。ウルギ村役場から、 長野県道46号は南根場線を北上し、茶臼山温泉を過ぎて間もなく左折。岩倉川に沿って敷かれた道を進むと、岩倉ダムに着く。ダム湖畔には、キャンプ場がある。豊川発電所は、岩倉ダムからウルギ川に沿って、県道46号を東に進んだ地点にある。豊川発電所で使用した水は、町の川に放流されるが、その水はすぐ下流にある。 ワチヤダムにて再度取水され、ワチヤ発電所へと送水されている。ワチヤダムは高さ15メートル未満の重力式、コンクリートダムで、中部電力の発電用ダムである。矢作水力は、豊か発電所完成後の1938年10月、ワチヤ発電所の建設に着手。1939年12月に完成させた。その後、日本初送電時代を経て、 戦後は中部電力に継承。1973年には豊か発電所と共に無人化されている。発電所の出力は完成当時 6400kW であったが、1971年の放水路改修工事に伴い 6100kW に修正。現在では 6300kW となっている。豊か発電所に関するカテゴリー、ありがとうございます。